酸性雨。酸性雨とは、環境問題の一つとして問題視される現象で、大気汚染により降る酸性の雨のことを指す。酸性の雪は、酸性雪。酸性の霧は、酸性無と呼ばれる。競技には、pH5.6 以下の雨のことを、酸性雨と呼ぶが、広くはこれに雪、霧や粉塵、ガス状物質などを含め、地表を酸性にする上空からの酸性効果現象を、 まとめて含めて考える。雨や雪、霧などの湿性効果物と、粉塵やガス状物質の完成効果物を合わせて、酸性効果物と呼ぶ。pH の絶対値ではなく、人為的な影響が加えられる前と比較して、雨等の pH が酸性側に死とする現象である。通常の雨はやや酸性である。中性にはならないのは、 雨が純粋な水ではなく大気中にわずかに含まれるに、酸化炭素や火山活動により生じた、硫黄酸化物などが自然に溶け込むためである。近年、pH が低い、酸性が強い、雨がしばしば観測されるようになり、酸性雨として問題視されるようになった。日本で観測される雨の平均的な pH は4.8程度であり、 大気中の二酸化炭素だけが水に溶けた時の pH が5.6であることと比較すると酸性となっていることがわかる。しかし、火山などの自然発生源から放出される硫黄酸化物を計算に入れると、自然の雨、酸性雨でない雨は pH5 前後ではないかという研究報告もある。また、雨、雪等に溶けたアンモニアはアルカリ性を示すが、 地表に降下後微生物により、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素となり、土壌を酸性化させることが知られており、環境を酸性化させる降下物として講義にはこれを含める場合もある。酸性雨は、化石燃料の燃焼や火山活動などにより生成される二酸化用や窒素酸化物により発生する。これらが大気中で硫酸や硝酸に変化した後、 雨などに溶解する。また、アンモニアは、大気中の水と反応支援規制となるため、酸性の降雨により、土壌に運ばれた後に硝酸塩へと変化することで、抗議の意味で、酸性雨の一因とされる。なお、日本における、原因物質の発生源としては、産業活動に伴うものだけでなく火山活動も、考えられている。また、 東アジアから偏西風に乗ってかなり広域に拡散、移動してくる物盛り、特に日本海側では観測される。また、国立環境研究所の調査では日本で観測される SOX のうち49%が中国起源のものとされ、続いて日本起源21%、火山13%とされている。一般的に雨の水素イオン濃度、 pH 値が5.6以下であるときに酸性雨と呼ぶ。これは標準的な大気中において雨水と二酸化炭素が平行状態にあるときの値、つまり大気中の二酸化炭素を飽和溶解度になるまで純粋に溶かしたときの pH 値である。しかし、この値を基準とすることについては異論も存在する。火山活動などにより、 非常意的に雨の PH 値が低下することがあるほか、非常意的な起源の大気やアロゾル粒子、例えば、海塩粒子、土壌由来の微小粒子などが雨に溶解することで、雨の PH 値は場所により、大きく異なってくるためである。実際、酸性雨や酸性霧による環境への影響は、土壌や水中、建造物などに含まれる、酸性ウや酸性霧を中和する成分の濃度にも、 左右されてくる。pH5.6 を下回ったからといって、すぐに被害が現れるというわけではない。こういった論を踏まえて、基準値を緩めているところもある。例えば pH5.0 としているアメリカなどがある。国立環境研究所では、この発生源を調べるには、pH だけでなく、香水の中に含まれているイオンの種類と量を知る、必要があるという見解に至っている。 現在日本では実施されている酸性雨の調査では、pH だけでなく硫酸イオン、硝酸イオンをはじめとした多くの汚染物質を測定している。ただ、具体的にどのくらいの値に設定すればよいかというのは、調査が必要な上、地域差があることなどから、はっきりと算出されていない。今のところ pH5.6 というのが一つの目安となっている。参考として、 土壌の酸性化はマグネシウムイオンやアルミニウムイオンが溶け出し始めるレベル。故障の酸性化は pH6.0 から5.0くらいのレベルで被害が深刻化してくるとされる。世界で初めて酸性雨の存在が明らかにされたのは産業革命が頂点に達した19世紀のイギリスであり、1878年のアール・スミスの論文。 マンチェスターのスモックの中で研究されている。19世紀のイギリスでの石炭、コークスの消費量増大は排気ガスによる香水の酸性化を進行させたことが判明している。1950年代に入って間もない頃に湖や川の魚が死んでいったり、古い教会のブロンズ像がボロボロになったりする異変がスウェーデンやノルウェーの南部の北欧で始まっていた。 その原因は pH4 から5の雨が降っていたことであった。この両国にはその汚染源は見つからなかった。しかし、その原因を突き止めたのはスウェーデンの土壌科学者 s オデン博士であ。その汚染物質は欧州中部から運ばれてきていた。1967年、博士は酸性雨の研究の論文を発表している。産業革命以降、石炭を大量に使った。 イギリスやドイツなどがスカンディナビア半島の森林に多大な影響を与え、1980年代までには当時の東ドイツ、チェコスロバキア、ポーランドを中心とする国々も石炭を使い続けた結果、欧州東部へ広がる新葉樹林の広範囲を死滅させてしまった。もちろん住民への健康被害は大変なものであったにもかかわらず当時の政権はそれを隠し続け、 被害をより一層人大なものとしてしまった。中国では石炭の埋蔵量も豊富であり安価であることから使用量も莫大であり、北京をはじめとする内陸部の工業地帯では酸性雨や大気汚染が広がっている。街にはマスクをかけている人が見られる。酸性雨の影響としては以下のようなものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。